ははいどうもこんにちは世界史の時間ですフランス革命が起こりナポレオンが暴れ回ってさあその後ヨーロッパはどうなっていくんでしょうかという話でしたよねそれの続きを見てまいりましょうまずウィーン会議というのが開かれまして、えー、革命前の状態が正当であるとね、えー、言うたのがタレーランでしたねで、えー、自由とか平等なんてダメだと。 王様が支配するのっていうウィーン体制というものが成立していきましたというお話が前回ありましたけども、まあ、これに納得せえへん人らもたくさんいたよというのが今日の始まりですね、えー、そもそもフランス革命を経験した人たちにとってはいや今更王様中心の世の中に戻すって言われてもさーっていう感じなわけよね、えー、だからいろんな国で自由とか平等を求める運動が起こってきますやっぱこの自由とか平等をもう知ってしまった人たちにとってはね我慢ならへんわけよ というわけで、このウィーン体制自体がですね、そもそも時代の流れに逆行する体制やったというのは一つ覚えておいてもらいたいかなというところですね。というわけで、それの後の流れを見ていきましょう。はい、ということで、自由主義的改革の要求が各地で起こってきます。まず、ドイツでは学生組合ブルシェンシャフトの運動があったり、スペインの立憲革命があったり、それからイタリアでは秘密結社カルボナリというのが反政府運動を起こしたりですね。ロシアではデカブリストの乱、要するに12月当院の乱、 いいうのが行なっ起こたたりです、ねえー、したわけですすねねしはい、まずドイツの学生組合ブルシェンシャフトというのはです、ね、これドイツ語ですねブルシェンというのが少年たちのシャフトというのが集合体というのでそのまま学生組合の意味になりますだからブルシェンシャフトっていうのはかっこいい名前ついてますけど要するに日本語に訳したらただの学生組合ですよという、まあ、そんだけの話ですね はい、でそれからカルボナリというのは、えー、この炭焼き人という意味らしくてですねカルボナーラとなんか名前似てるじゃないですかそもそもこのカルボナーラっていうのもですねこのかかってる黒胡椒これが炭っぽいから胡椒あのこういうね名前になってるらしいぞと、えー、ここと結びつけといたらまあいけるでしょう、はい、ほんでロシアのデカブリストの乱というのはですね、えー、12月に起きた反乱なので、えー、12月当院の乱とかいうふうに言われます でロシア語で12月はデカーブリというらしくてですねだから12月に起こした人らの乱とデカブリストの乱というふうに言われるわけですロシア史上初の皇帝先生の打破と濃度解放を要求した闘争だったというわけなんですね はい、これらの運動や反乱はいずれもメッテルニヒラによってことごとく弾圧されてしまいましたと許しまへんで、ね、全部弾圧されちゃいます。はい、その後もギリシャやら、えー、ラテンアメリカで独立運動が相次いで起こっていくんですが、これに関してもメッテルニヒラもちろん反対するんですけれども、ただ、えー、ラテンアメリカやとア,アメリカとか、それからイギリスに反対されてですね、干渉していくことができへんかったということで、ラテンアメリカ、まあ独立国もね、できてくるんですけれども、はい、そう、イギリスはですね、名誉革命以来、立憲君主制の、えー、国 なわけですよねでしかも、えー、産業革命がどんどん進んでいきまして資本家とか労働者階級がどんどん成長していきましたなのでもっと自由に商売させろやとかねさまざまな権利を主張するようになっていっておりましたのでそもそもイギリスは自由主義の風潮が強まっておったんですねなのでもう1820年ぐらいからあのイギリスはウィーン体制から離脱の傾向にありましたよと、まあ、ちょっと他の国とはいち早くですね、えー、傾向が違っていったっていう感じです はい、なので、えー、ラテンアメリカで独立運動が起こった時イギリスの、えー、外相カニングという人はラテンアメリカ市場の開拓を狙って独立を支持しましたと A＆ ア独立を応援するぜーっていう感じですね、えー、イギリスは早よからですねもうこのウィーン体制っぽい感じから抜け出てたという具合ですねはい、さてここからフランスのお話に入っていきますフランス革命からヨーロッパを賑わせた国でしたけれども えー、ナポレオンが大暴れしてさていなくなったどどういなくなった後どうなっていったかというのの結論なんですが、まあ、結局また革命起こるという話になっていきますそれを見ていきましょうはいそれがですねこの「7月革命」というやつなんですけれどもまずナポレオンが、はい、失脚しましてルイ18世という人がね、えー、やってきてまた王政が戻ってきましたよねでこの人が、まあ、大変不人気でしたと市民の選挙権を大幅に制限し時代に逆行する政治を行ったということでまあ、人気ないと。 やねんけども、このこいつよりももっとひどかったのが次の王様ということになりますね。このルイ18世の弟にあたる人のようなんですが、シャルル10世という人ですね。眉毛が太い。はい、ルイ14世の政治を理想としました、この人は。ですなわち絶対王政ですよね。えー、なので 選挙権の拡大とかね言うのも真逆です。厳しい制限選挙を行い、それから貴族や聖職者を保護するような政策を行っていきました。まさに時代の流れに逆行する政治をやっとったわけですね。これがシャルル10世、眉毛太い。で、えー、国内の不満をそらすためにアルジェリアに遠征行って支配したりとかもね、えー、しましたよと。やっぱりねこの時代外国に 領土獲得した外国の領土獲得したでとか言ったら結構ね国民も「わナイス」みたいな風になってたという事情があったのでこういう時にですね結構海外に遠征行ったりするんですよでアルジェリアを遠征行ってアアルジェリアに遠征行って支配したぞみたいなのねやったりするんですけどそれでも市民の不満は収まりませんぞという感じねで選挙してみたらもう反政府派が圧勝します 要するに今の王政に反対する人たちで次の議会が構成されることになったよということなんですね。はい、いやねんけども、このシャルル10世はですね、あ、そんな認めへんし、言うてね、こうダダコ寝るわけですね。はい、ほんでどうしていったかというと、 えまだ招集すらされていない新しい議会をもう解散してしまいます。招集される前に解散するっていうね、えー、ことをやってのけます。で、これにさすがに民衆がもうぶち切れまして、もうふざけんなと、そんな政府もう意味あらへんやないかいと。えー、で、えー、そうだそうだ、政府倒すべし、革命万歳みたいなふうになって革命起こるよという流れですね。 はい、というわけで、パリの民衆が放棄していきます。えー、王様のシャルル10世は亡命していきまして、えー、新しくオルレアン家のこの22番の人物、この A の人ですね、この人が新しい王として迎えられていきますと。でこの出来事が7月にあったので、7月革命と呼ばれるんですよ、というわけなんですね。で、この人がルイ・フィリップという人ですね。この人はもみ上げが長い。もみ上げが長いのね。これがルイ・フィリップね。 はいそしてルイ・フィリップが新しい王様になって7月王政が成立しますと要するにまあ7月にできた王政なのでそういうふうに通称呼ばれますって感じでね、えー、フランスでいち早くウィーン体制が崩壊したのですよとでしかもこの7月革命はですね各地のというかまあ各国の民衆に、えー、革命を起こしたら支配者倒せるかもよみたいなね、えー、気持ちを起こさせたという点でも重要なものになっています。 で、えー、教科書にも載ってますがこのドラクロアという人が書いた「民衆を導く自由の女神」というやつねこれが、えー、先ほどの「七月革命」これをモチーフに作られた、えー、絵画のようでして、まあ、とっても有名ですよね。 はい。というわけで、えー、革命が各地に飛び火していきまして、ワンチャン狙いの革命運動が多発することになるというわけなんですね。それでは各地の運動を見ていきましょう。はい。7月革命の影響で、まず6番の国がオランダから独立していくというのがありますね。はい。それから他にも、ポーランドが独立を訴えて、ロシアに対して反乱を起こしたり、えー、イタリアはですね、カルボナリに続いて統一運動が起こっていきます。ドイツでも放棄が起こりましたと。ということで、えー、このポーランド、イタリア、ドイツ、この3つの国の 今日は全部鎮圧されるんですけれども、えー、6番のベルギーはですねオランダからも独立していきましたとここはもう新しい動きですね はいで結局まあいろんなね反乱とか法規は鎮圧されてしまうんですけれどもこのメッテル・ニヒの反動政治あ反動政治っていうのはえ無理に過去の社会に戻そうとする政治のことを言います反動政治ねこれを西洋諸国があんまり支持しなくなっていくよと何からちょっとやりすぎですよねみたいな、えー、感じになっていくわけですねだからウィーン体制っていうのはそもそも反動政治なわけですよね前の時代に戻そうというね、えー、力で持ってっていう感じなので。 はい、次、イギリス見ていきます。イギリスは早からこの自由主義的な改革が行われていってました。えまずえ、この23番ですね、団結禁止法、これを撤廃しますというのを言うていきました、はい。これによってですね、労働組合を結成してもいいことになったよと。 昔は労働者に文句言わさんようにですね団結すること自体を禁止してたんですよだから団結禁止法というのを作ってたんですけどももうそれいいやろってことで撤廃されました、はい、それから宗教の政策に関しては審査法を廃止しましたねで翌年オコンネルらの、えー、アイルランド人の運動によって、はい、カトリック教徒解放法というのが、えー、作られました 昔は、えー、イギリス国教会の国教とじゃない人が公務員になるのは禁止っていうのをね、えー、一回できてましたよねこれ審査法でしたそう特にカトリックに対しては厳しくしてたんですよねまあやけどもこのカトリック教徒解放法というのができて別のカトリックでもいいじゃんみたいなまあ、風潮ができてきたというわけなんですね はい、というわけでこの結果国教徒以外でも公職に就けるようになりましたと、はい、これがいわゆる宗教の自由これにつながっていくんですよと、まあ、自由というのがね強調されていきますよねで選挙法も改正されていきます産業革命の影響で都市に人口が集中していきましたというのはまあ想像つきますよね、えー、工場で働く人が増えていくわけですからで農村がガラガラになっていってるところもまあ同時にできていってたんですね それやのに選出する議員の数が一緒という状況がね起こっておりましてこれがいわゆる腐敗選挙区というやつですねまあ現代でも言いますよね1票の格差とかいうところでも語られたりするんですけれどももうちょっと詳しく見ていきたいと思いますねはい例えばまず A という選挙区ここには有権者が1万人おりまして、えー、ここの議席数は5やったとしましょう で同じく隣の B 選挙区はですね、えー、ちょっと人が少なくなってしまいまして有権者の数が1000しかおりませんとやけど相変わらず議席数5という風になってますっていうことはどっちの方が当選しやすいって考えたら絶対 B 選挙区じゃないですか賞味200人の票を集めれば絶対入れるわけですよね5人の中にというわけで、えー、これ1票の格差もえげつないもんですしこの B 選挙区っていうのは腐敗選挙区になってしまうわけですよねだこういういのが未だにあったっちゅう、まあ状況や なので選挙法の改正を求める運動が激化していきまして第1回選挙法改正が行われますよと、はい、これによって、えー、腐敗選挙区はまずもって廃止だという風になっていきまして、えー、産業資本家などの市民要するに13階級に賛成権が与えられていくということも起こりましたね、まあ、ただ、えー、それよりもちょっと下の階級労働者階級には賛成権は与えられなかったぞということでそれはまた、えー、後のね、えー、選挙法改正に持ち越しになります はいというわけで続いて、えー、チャーティスト運動というのが起こりますね。えー、これはですね、人民継承という、ピープルズチャーターというのを掲げて、男性普通選挙の実施などを要求した運動ですよと。えー、なので、それを掲げた人たちがチャーティストというふうに呼ばれたので、チャーティスト運動というふうに名前がついております。 まあ結局ですね、この、えー、人民検証、受理はされたんですが、まあ、ただそれだけで、まあ、それ以降特に進まずっていうことで、えー、その後の運動も衰退していっちゃったという感じですね。はい、それから自由貿易政策も進めていきました。自由貿易というのは国家ができるだけ関わらないようにして、えー、生産者や商人が自由に行う貿易のことですよと。だから、重症主義政策とはだいぶ真逆のやり方になりますね。 はいほんでその流れで、えー、33番なんちゃら会社の中国貿易独占権の廃止を実施しましたとこれ東インド会社ですねそう産業革命が進んでいったことによって、えー、資本家とか商人もですね海外に進出してほんで商売したくなったわけですよいやけども国家と通通の東インド会社がまだ当時はね結構独占したりもしてたので貿易を。 そんなんもやめてくれや言うてそれが実施されていくことになるという感じです、はい、それから穀物法というのも廃止していきましたそもそも穀物法というのは外国からの穀物の輸入を制限する法律で、えー、したとでこれを廃止したことによって海外からの安い穀物が輸入可能になりますそうするとどうなるかというと食費が安くなるわけよねわざわざ国産の買わんでももっと安い外国のやつ買うてもうたら、えー、食費安くなりますよと、はい、そうするとどうなるか 資本家、要するに社長がですね、労働者の給料を下げられるんですね。給料を下げても、食費が安になったら、それで食っていけるやんっていう風になるので、えー、資本家がこの法律の廃止にすごい熱心やったようですね。穀物の廃止と。まあ、こんな感じです。はい、それからラスト、えー、公開法も廃止しましたよ。はい、これはですね、あの、クロムウェルの時に作られたやつですよね。もともとはオランダにダメージを与えるために、 その貿易するのはイギリスの船かその輸入してくる国の船しかダメよというふうに言ってたやつですけども、まあ、誰がどこの船使って貿易してもいいよというふうになっていきましたということで貿易をどんどん推進していったんですね品物を自由に輸出するためにはもうこんな航海法なんて邪魔やろうということになりましてとまあこんな具合でですねイギリスでは自由貿易体制が確立していきましていろんな人が自由に貿易をできるような体制が整っていったという感じになります。 よしじゃあ今日はここまでにしておきますのでまた次回以降ねこのウィーン体制以後のお話を見ていきたいと思いますお楽しみにではまた